ジョシー・バセットはアメリカ西部開拓時代の著名な女性牧場主である。彼女と妹、ジョー・アン・バセットは有名な無法者らことにブッチキャシリのワイルド、バンチとのジョージと協力関係で知られる。ジョシー・バセットは1874年1月24日、エーモス・ハーブ・バセットとメアリー・エリザベス・チェンバレン・バセットとの二人娘の第一子として アーカンソー州に生まれた。彼女がまだ幼い少女であった時に、両親はユタ州、ワイオミング州及びコロラド州の3州に及ぶ牧場に移った。彼女と妹は若くしてロープ使い乗馬及び射撃を教わった。両少女ともに青春期に有名に寄宿学校にやられたが、両者ともに10歳代までに牧場仕事に戻った。ハーブバセットは、 牛肉と新鮮な馬を当時の有名な無法者の多くに供給して、しばしば取引をしたので、彼らによく知られていた。バセット牧場を訪れた人々には、ブラック・ジャック・ケッチャム、ブッチ・キャシディ、エルジー・レイ、キットカリ、ウィル、ニューズ・カーバーよびベン・キル・パトリックがいた。これらの有名な無法者が牧場にしばしば来るとともに、アンとジョシーの両者が最初に無法者に触れさせられた。 ジョシーとアンは大変美しい若い女性であったし、両者ともに荒っぽいところがあった。1893年までにアンバセットはブッチキャシディに夢中になっていたし、ジョシーはキャシディの親友 LG レイに夢中になっていた。キャシディが1894年から18ヶ月間の投獄された時、アンはベン・キルパトリックとの関係に夢中であった。 キャシディが釈放された時までに、ウィル、ニューズ・カーバーはジョシーに夢中になったし、彼女はカーバーが女性無報者、ローラ・ブリオンに夢中になった時、関係を終わらせた。今度はジョシーが一時キャシディに夢中になり、やがてキャシディがアンに夢中になった。これがバセット家の娘らとキャシディのワイルドバンチのギャングとの間に発展した関係の複雑な縁件であった。 バセット家の娘らとギャングの構成員の両者によるロマンチックな伴侶の一件、耐えざる交代にもかかわらず、それから何らかの敵意が結果したという兆候はない。ジョシー・バセットは伝えられるところによれば、デコボコのユタ州の土地に位置する、ロッパーズ・ルーストと呼ばれた武法者の隠れ家に入ることを、許されたわずか5人の女性のうちの1人であったが、残りは妹アン。 三段ンンスキットのガールフレンドである、エッタプレイス、LG レイの妻、モード・デイビス及びミル、ニューズ、カーバーの恋人ローラブリオンであった。ギャングに牛肉と馬を供給するバセット、牧場のみならず、これらの無法な関係もまた、まさかの時に姉妹を助けた。1896年に、幾人かの有力で富裕な牛飼いが、バセット家の人々に牧場を受けるように働きかけた。 姉妹が拒むと、牛飼いらの組合はカウボーイを雇って姉妹に嫌がらせをしたり、したりし始めた。姉妹が今度は牛飼いらから家畜を泥棒し始めた。牛飼いらの組合は、カウボーイらを急破して姉妹に嫌がらせをし、脅迫して売らせようとしたけれども、カウボーイらは、姉妹が関係していることがと知られる武法者らからの応報を恐れて、行為を続行することは稀であった。 一つの伝説によれば、ワイルドバンチのギャングのうちで、おそらく最も恐れられたキットカリが、牛カイラのために働くことが知られる、カウボーイのうち幾人かに近づき、彼らにバセット家の人々を放っておくように警告した。この話は確認することはできないが、確実であるのは、1899年までに、姉妹は売るように圧力はほとんど受けていなかったということである。 時が経つにつれて、ワイルド・バンチのギャングは結局は消えていった。1904年までに、バセット家の娘らと、親密なギャング構成員の大部分は殺されるか、または捕らえられた。ジョシーの元恋人で、ワイルド・バンチのギャングの構成員である、LG ・レイは、1906年の釈放後間もなく、牧場にアンとジョシーを、伝えられるところによれば、尋ね、それからカリフォルニアに移り、 そこで彼はその後死ぬまで立派な実業家として生活を送った。ブッチキャシディはボリビアで殺されたと伝えられているけれども、ジョシーはブッチキャシディは1930年に自分の元を訪れてきて1940年代後半までユタ州で暮らしたと主張した。ジョシー・バセットは牧場を経営したり、キャンプ、釣り、狩猟のある大部分は古外の 生活を選び、生涯の大部分を父の財産で送った。彼女は生涯でごたび結婚した。彼女は夫のうち4人と離婚し、伝えられるところでは1人はフライパンで追い出した。5人目の夫は伝えられるところによればアルコール中毒症で死亡したが女子が夫に毒を持ったという噂が消えなかった。カール・マックナイトという1人の夫との間にバセットは クロフォード・マックナイトとハーバーとチック・マックナイトという二人の息子を設けた。1913年に彼女はユタシューバーナル近くの家屋敷に移ったし、そこに生涯にわたって関わる新しい牧場を作った。1924年にクロフォードは彼女がこの財産に新しい小屋を建てるのを手伝った。大恐慌の間、彼女は地域内の他人に食料を、特に牛肉を、 供給した。彼女は自分で石鹸を作り、自分で服を脱い、鹿狩りの技術で知られるようになったが、彼女はしばしばそれを自分の家族のためのみならず、より幸運でない隣人らのためにも、した。一例を挙げれば、ある領区管理官が彼女の小屋に立ち寄り、密漁の権威で彼女の身柄を拘束すると告げた。彼女は自分は鹿を殺したばかりだと言い、 死体のところに彼を連れて行った。両区管理官は彼女とジョークを言い合い、何ら行動を取らなかった。禁止法期間中、女子はウイスキーを密造、密売したが、一度も身柄を拘束されなかった。禁止法期間の後幾年もの間、彼女は自分でブランデーとウイスキーを作り続け、ついに、上税官が彼女の蒸留器を探していると警告され、 息子はそれを分解するぞと脅した。1936年、牧場主で元の敵であるジム・ロビンソンは彼女が彼の家畜を屠殺し、町で売ったとして告発した。他に6人の牧場主が告発に加わった。死体からの皮が彼女の財産で発見された。バセットは身柄を拘束された。彼女は証拠は密かに仕込まれたと主張した。幾人かの隣人が 後半まで彼女に保釈金を供給した。彼女は2回後半に付され、それぞれ判決不能賠償で終わった。2回目の後半の後、地元の刑事訴追者は基礎を取り下げた。1945年、彼女は土地計画の犠牲となり、土地の大部分を失った。しかしながら彼女は小屋でつましく暮らし、80歳代のかなりまで自活した。 晩年に彼女は変人になったし、しばしば隣人だと荒々しい日々と無法者らとの交友について語り合った。1963年、馬が彼女を跳ねて彼女は倒れ、ヒップを骨折した。彼女は90歳になって数ヶ月後に死亡した。彼女はワイルドバンチのギャングの最後に残った協力者、その構成員、個性。 特徴及び態度に関する直接の最後の情報源であった。